こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。あ、来た。こんばんは。イエーイ。こんばんは。明日は K2 公演ですよ。今日は午後から帰ってきました。こんばんは。今日もギリギリだね。そう、わざとです、わざと。初見です、ありがとうございます。今日も暑かったね。うん、暑かったかも。神戸でお土産は買ってないです。誰にもあげる人がいないので。あ、 K2 に買えばよかった、忘れてた。なんか綺麗。嬉しい、やった。香川の印象は、優しい、めっちゃ優しかった、みんな。すごい。20日は浴衣、そう、浴衣着まーす。やったー。一回無視したよ、ありがとう。うどん、食べました。連れてすぐ食べに行きました、みんなで。夏バテしてる。けど、まあ、いつか治るかな、みたいな。めっちゃ推しです、ありがとうございます、嬉しいです。昨日マンゴージュース売り切れたらしいね。そうなんです、すごい売り切れたらしい。言ってた。マンゴージュースが売り切れたって、すごいですよね、それすぐ売り切れるの。みんなマンゴー大好きやな。マンゴー味のやつだったら何でも買ってくれるんですね、すごい。じゃあ今日もマンゴー握手しようかな。何か分からんけど、マンゴー握手って言ったら売れるかな。なゆきのマンゴー握手に来てください。特に何もせえへんけど。まだゆきはマンゴー握手をするので。何か分からんけど。まあ何か分からんくてもマンゴーついてるからまあいいかなみたいな。みんな楽しみにしてて、マンゴー握手。手大きいって、そうですか？大きいかも。ただ顔隠れちゃう。でかいからかな。でもほんまに言われても何もできひんから期待せんといてな。マンゴー握手。飲むしひんけど、名前はマンゴー握手。荒井由紀のマンゴー握手に会いに来てください。何もしないですよ。何もしないですけど、まあ、やっぱ気持ちの問題。気持ちの問題。言われても何もしないですからね。
合言葉いいですね。じゃあ、ショールーム見た人はだけ知ってるみたいな。じゃあいいよ、ウィンクしてあげる。漫画握手会してって言われたらウィンクしてあげる。もうこれは内緒。私ここにいる、まあ、きっと10人ぐらいしか言わへん、10人も言わへんか、まあ、5人ぐらいしか言わないと思うんで、きっと5人ぐらいの まあ漫画握手も、まあ、まあウィンクぐらいならできます。なんで漫画握手って言われたらやるんで、ぜひそれぐらいなら。ほんまに意外とみんな言わないですよ。全然。そういうの全然言ってくる人いないんで。一人一回ね。AKB でも有効なわけないじゃないですか。マンゴー、有効じゃないですよ。意外にマンゴーの握手会のみ。のみです。絶対、ユキの予想はきっとね、5人から10人やと思う。全然おらんと思う。じゃあ左目と右目2回までだったら OK。 11月でも別にいいけど、忘れてたらごめんな。マンゴーの握手会しかダメです。絶対ダメです。で、マンゴーの握手会ならいつでも OK。はい、だから願い事の持ち腐れはダメです。何ですかって言わんといてないって。言いそう、めっちゃ 言う、適当やからすぐ忘れちゃう。いいよ、じゃあマンゴー握手会しよう。だから皆さんぜひ来てください。漫画握手しよう。 意味わからんけど、拡散してもいいけどさ、みんなどうせ忘れるもん。 すぐ忘れるもん。忘れる、みんな。ゆきちゃんの握手券買い足したわ。早っ。やば。まあそんな感じで、どんどん買い足していきましょう。だってあれやもんな、マンゴーってついてたら何でも買うんやもんな。ゆきのマンゴー握手会も売れたらいいな。マンゴーウイローぐらい売れたらいいな。マンゴー握手会大人気になりますように。ぜひみんな、ゆきのマンゴー握手会来てくれますか？マンゴーウイローみたいな感じで大ヒットさせてください。ぜひ。1日2回、左目と右目。なんでぜひ来てください。マンゴーと荒井由実がついにコラボします。来てください。待ってまーす。いやー、多分忘れるかもしれんけど、最初の一人とかで思い出すんで大丈夫ですよ。
じゃあ明日、ボアメに書こう。番号握手会しますって。だから忘れへんようにしないと。絶対最初の人は言ってこうへんで。そんなに知ってる人おらんと思う。番号握手会しまーす。忘れるかな。どうしたら忘れへんかな。すぐ忘れるからな。マンゴー握手会で検索。ぜひ。拡散していいよ。拡散していいよ。もうそんな誰もここで見とる人くらいしか来おへんし、どうせ。ぜひ来てください。こういうビデオ見とる人が来てくれたらいいよ。でもそっか、みんなマンゴーが好きやから、マンゴーってついてるから来てくれるかな。アラユキのマンゴー握手会売れたらいいな。マンゴーウイローも売れたんやから。マンゴーウイローっていくら？値段。マンゴーウイローって高いの？20日は浴衣。そうですよ。20日は浴衣ですよ。その日もやりますよ。マンゴー握手会。758円か。握手より安いな。安いですね。名古屋なんですか？え、すごいこだわり。ゆきも、じゃあ、京都、無理やん。じゃあ、来期は1998年生まれなんで、1998円に値上げしようかな。値上げ。みんな嫌がる？値下げはしないんですよ。値上げ。みんな来てくれるかな？まあいいや。じゃあ、荒井由実のマンゴー握手会、なんかやるんで、来てくださーい。マンゴー八橋作ってほしいな。絶対売れる。絶対売れる。作れば売れる。なんか、こたべとかってすごいパッケージ、いろいろなパッケージあるんですよ。SK バージョンもできたらいいな。明日の正午までなんで、ぜひ皆さん、たくさん買ってください。めっちゃ露骨、そのまま言ってしまった。はい、あと1分ということで、皆さん、ぜひ、来てね。ってことで、おやすみなさーい。5、4、3、2、1。